どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。オフシーズン、いろいろやっていこう。とりあえず、はい。はい。スポンサー探し。で、はい。雑誌広告。で、休ませようかな。高森さん、はい。お疲れ。じゃあ、先へ進めます。FA 選手の交渉、とりあえずするだけしてみよう。ここで、誰かちょっと、まあ、途中さっき言って、一回挨拶させていただいた選手がいるのよね、前回。いた。あ、根本選手、あ、ロッテも取りに来てるか。さあ、でも好感度悪くないんだよね。取るか。一応扱い的には中継ぎでしょ。セットアッパーで使ってもいいね。よし、行こう。じゃあちょっと100万あげて4000万でどうだ。はい。はい。どう、コーチは順、よし、ライオンズ入団決定、やったぜ。はい、イデホーが巨人、マジかよ。鈴木翔、鈴木正光か、中日。はい。鹿島へ、東洋、広島。金沢、東京ヤクルト。なるほど。外、DNA と。堀内、日ハム。そして、レイがソフトバンクホークス。まあまあ、多少のね、増加はしょうがない。増加てか、予算オーバーは、もう許容するよ。さて、で、いやー、どうしようかな。これで、投手ベストオーダーで、せっかく取った根本、秋久をセットアッパーに。で、守護神、宇佐という流れにしようかな。なんだかんだ言って、2勝6敗9セーブだもんな。やべえよ。21敗してる選手がいるよ。岩井。あかんな、それは。室井さんは？一応中継ぎね。なるほど、なるほど。宇田川はどんどん先発させていこうよっていう。こんな感じでいいかな。おい、とりあえず疲れてるからゆっくり休んでね、と。いや、ここぞとばかりにファンサービスを行うべき。サイン会。そして、はい、FA、やるだけやろう。もう、まだ27億あるから。そう考えたら。そうだな。出場機会が得られるチーム、うちたくさんあるよ、言っとくけど。でも、石川いいな。パシフィックリーグの打者対戦。石川ありだな、ちょっと。でも意外と、あれだね、なんか、大竹選手、誰も取りに来ないんだよね。取ってもいいかもしんないね、そしたら。ウルフの方がいい気がすんだよな。どっちかっていうと、大竹選手もいいけど。どうしよう。2億。いや、でも1億の差はでかいな。正直、先発陣はマジで大事だから。よし。じゃあ、ウルフを取ろう。ウルフ。1億。4000万でどうだ。はい。はい。おー、よし。希望以上の条件で手応えのある交渉。最後にいい返事は聞けなかった。マジか。ちょっと厳しいな。まあ、あともう一回あるはずだから、チャンスは多分。ウルフ、行くなよ。行っちゃった、オリックス。うわぁ。まあ、そりゃそうだよな。ずっと話ししてんだから。はい。グラインド運輸。赤字。案の定だよね。はい。どうしよう。とりあえず、はい、スポンサー行って、でも逆だったかな。高森さんにやってもらうべきだった、これは。秘書教育して、とりあえず秘書教育するだけする？そしたら。人事力で、人事力 A になったら相当強いと思う。ちょっとそこのお兄さん、おう。何？占い師。占ってもらう。うん。1万円いただきますね。はい。経費で落とすんかい。どうなんだろう。あんまり、なんか、経費の使用はよろしくない気がするけど。この道の一つ目の交差点を右。右、まっすぐ。右、はい。はい。ひと。どうだ？あれ？あなたは？両国と言います。ピッチャーいいじゃん。おい。
占い師に言われました小手松さんですが結構当たるもんなんですね。なるほど。まあ、雇ってみよう。はい。そして、おい、あまり盛り上がらなかった。マジかよ。ちょっとショックだな。お、滝宮さんお疲れ様です。話って何ですか？秘書に使うと。実はうちの秘書になってほしいんですけど、どうかよろしくお願いします。やめておきます。私なんかでは力になれないと思います。他は当たってください。失礼します。マジかよ。厳しいな。残念だけど、しょうがない。じゃ、かやまさん、とりあえず、はい。で、球団、あ、これ、球場整備やっとこう。そういえば。平気、どうしようかな。球場のショップを増やした方がいいな。うん。正直、ご飯はね、いろいろ選べた方がいいと思う。グッズプレゼント企画。そしてもう、日はまたぐぞ、そろそろ。日じゃなくて、年を越すよ。お、いいね。インダストリアル工業。しっかりと取ってきてくれるからまだいいね。ちゃんと。うん。いいこった、いいこった。あー、元のチーム残留。なるほど。鳥谷さん結局残留か、そうなると。ほい。とりあえず二人。これなんか結構圧迫するな。戦力というか。球場スポンサー探し。あ、間違えた。あー、いや。球場整備やっててファンサービスだな。はい、サイン会。よろしく。そして、はい、明けましておめでとうございますと。うん。はい、おめでとうございます、皆さん。2年目が始まりますね。それでは頑張っていきましょう。もちろん。はい。VGK コア銀行。ちゃんとしっかり、うわっ !1 億。かさばるなぁ。どうしよう。じゃあ、もう沖縄行くか。うん。はい。お、いいね。テレビ放送券。これはでかい。もし取れたらかなりでかいよ。はい。うん。占いますかと、占ってもらおう。ちゃんと覚えてね。はい。領収書なんて出るんだ、占い師って。出ました。はい。いいですか、はい。まあ、まあ、み、まあ、ひ。ままみ、まひ、はい。行きましょう。まあ、まあ、み、で、まあ、で、左と、サードだ。ミートと守備、でもスピリッツ1か。まあ、雇ってみてもいいかな。打撃系。ほい。お、大盛況。これはありがたい。球団のね、人気ってね、本当にマジで直結するから。これで、一応、コーチの数は満帆かな？もう、総員。どうしようかな。ファンサービスやってもらおうかな。そしたら。はい、サイン会。これは成功するでしょ、きっと。球団やってるもんね、今。トレーニング設備の、はい、導入と。メンテナンス、はい。秘書スカウト。ホームページに求人。やってみよう、はい。ちょっと気になるね。ちょっと、瀬戸崎美優さん、はい。何ですかと、はい。ちょっと迷子になっちゃって、この住所の場所に行きたいんですけど、どう行ったらいいですか？うちの事務所のある場所じゃないか。マジか。なんだ一体。はい。おー、いいね。四国エリアのテレビ局。テレビ放映はでかいよ、ぶっちゃけ。はい。どっかの町おこしのマスコットキャラクター。ゆるキャラ。なるほどね。ん？球団グッズ開発。まあ、とりあえずいいや。オッケーオッケー。じゃあ早速やっていこうか。加山さん得意なんだね。じゃあ、ほい。タオルの、タオルってね、結局使い、実用性あるやつは売れるから。よいしょ。先へ進めます。ほい。よーし、球団に9も増える。でかいね。
うん。ここぞとばかりに、お、本年度分の返済、よろしくお願いします。10億円持ってかれて。うん。でもまあ赤字になんなかっただけ、まだ収穫なんじゃないか。ただ来年がきついな、そうなると。相当頑張んないと。え？何？うわ！なんだそれは。そうなってくると、秘書管理、一生解雇。あきちゃんもういよいよ、そっかそっかそっか、ちょっと、無理に扱いすぎたな。そしたらいいや。解雇。はい。ごめんね、信頼度下がっちゃって。おい。水越まだ帰らないのかと。差し入れする。うん。はい。栄養ドリンク。今度はスイーツをお願いしますね、と。最後、沖縄キャンプ行く？いいね、沖縄。あー、ラジオ放送券ダメだったか。まあ、しょうがない。1億。うわー、資金痛いな。はい。他の球団はいいよな、持ってかれないから。お、あの店のたこ焼き、うちの球団ショップじゃ無理かな、あの味はと。野球観戦にはカレー、フードメニュー。なるほど、なるほど。あー、これはでもでかいな。経済力が大事だと。まあ、いろいろあると。どうしようかな。とりあえずどんどん、はい、契約してもテレビ放送権は今のうちに。うん。で、球場整備。どうしようかな。売店の、あー、球場どうしようかな。球場増設しておこう。今のうちにできることはやっておかないと。はい。まあまあまあ、おーっと、ラジオ局との権利、終わったか。まあ、それもちょっと後々やっていかないとね。お、あれはライオンズの GM さんだわ。おい、なになに、ハラリ。なんで落としたハンカチに気がつかないの？ GM さん最低です。でもこっちの手法もちょっと古典的すぎた気がしますね。何をしているんだ。ちょっと気になるな。はい、今年も日帰りですけどね、と。視察に来て。お、いいね。球団グッズが4つ増えた。はい。いや、やっぱりあれだな。ちょっと、チケット収入がないときついな。ということで、次回へ行きます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。